一柳寺家松は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。豊臣秀吉に早い時期から仕えて、木幌衆の一人となり、豊臣政権下で、美の国王が騎城主、警戒城主などを務めたが、山中城の戦いで戦死した。末安の名でも知られる。弟に、一柳直盛がいる。秀吉がまだ、木下を称していた時期からの、 子外の家来とも評される人物で、秀吉からの多くの書状が伝えられている。自家松、直森兄弟の武功記として、自家松の老いにあたる直らが記した、市柳焼きがある。身の国厚見郡、西野村の土豪、市柳正高の子として誕生。市柳焼きによれば、母は、稲葉一徹の命。十八歳没とする説を取るならば、 天文22年生まれ、45歳没とする説を取るならば、天文15年生まれとなる。元気元年より、小田氏の家臣、木下秀吉秀吉に仕えた。天正元年の浅井氏とのおたり城の戦いで、たびたび武功を挙げ、戦後長浜城主となった秀吉から木彫を預けられた七人の、うちの一人となった。250巻の治療と感情を与えられたという。 天正六年、秀吉に従って、張馬国に転戦し、三木合戦に従軍。張馬国で二千五百国の治療を得て、美の国にいた弟の直盛を呼び寄せ、悲観とした。天正七年の秀吉による稲葉国への侵攻に従う。天正八年に、父が没しており、医療を相続した。天正十年には、備中高松城攻め、山崎の戦いに従軍した。 同年末には山城国巻登場主となり、治療一万国。その後、大見国世田城に移って、治療一万五千国という、天正十一年の静ヶ岳の戦いに参加した。一柳焼によれば、自家松は加藤光康と共に、軍部業を務めた。この時に先鋒となった、千賢州のうち、一柳白江門と稲葉清六が一助の家臣であった。 天正十二年、小牧、長久手の戦いの際には、竹ヶ花女王、伊藤牛之助と共に攻め、これを与えられたという。天正十三年の奇襲征伐の際には、戦国堀城攻めに加わった。その後、四国攻め、笹成政攻めにも従った。天正十三年うるう八月、秀吉の老い、豊臣秀治は、大見国に二十万国で移され、 以後、八幡山ヤマを築城する。直松は、田中義正、中村和氏、堀尾義春、山内和豊らと共に、秀デに宿老として付けられた。この時時期末は、美濃国王が議場に二万五千国、他に、八幡山次郎の秀デを、折々、見回り猿公様申し付けられて、八幡付近で千国を領したという。大和田哲夫は、宿老王とは言うものの時折、 やわた山に出資する相談役の役割を任されたものと推測する。大垣城主への移転については、前任の加藤光康安が秀吉の歓喜をこむったのに、変わるもので、光康安の罪状を記した末安宛の書状は、武将たちに示した公開訓会場であるとともに、東国征服の意思を示したものとしても知られる。同年十一月十九日の天章地震では、大垣城が倒壊。 炎上し、自家松は過労死で難を逃れたが、浅い攻めで得た感情を失ったという。天正十三年には、十五位下、伊豆守に除せられた。天正十四年には、一柳自家松を回帰、南下、元凶を初代十字として、明神寺に、達中の大通院を開いた。天文十七年三月、ガルミで五万国を治業。なお、関成重修書家によれば、 天正十三年に、美濃国で六万国を領し府県常に重したとある、伊豆国産中城構図。一柳伊豆として、夫人一と戦士一が記載されている。天正十八年、小田原征伐に参加。三月二十九日、伊豆国産中城攻めでは、中村和氏と共に先鋒を務めたが、間宮康利の軍の銃弾に当たり戦死した。英政府では、 去年四十五。であるが、一柳屋敷王では三十八歳とある。同様した一柳勢は、一柳直盛が取りまとめて奮戦しており、その日のうちに山中城を落とすことに貢献した。自家松の首は敵の手に落ちないよう重木が持ち去り、山中城勢務の拠点であった長久保城にほど近いしも、長久保村に埋めたといい、現在も同地に首塚がある。 小田原の陣中にあった秀吉は、直松内地にの報告を聞いて、直松を失った悲しみで、関東を得る喜びも失われてしまったと嘆き、3日間ほど口を聞かなかったという。夜柳焼によれば、朝食中の秀吉に、小寺官兵衛が、伊豆守る手を行こうと報告すると、秀吉は、食事を吐き出して、手をいとは、内地にかと聞き返し、 韓米がその通りと答えると、城を攻め破っても無益である。関東にも変えがたいのが、伊豆守であったと語って、禅の上に落塁したという。これは、秀吉の故障で朝食を配膳していた、牧田皇帝が直盛に語ったこととされている。自松には、この松千代がいたため、秀吉の命で直盛は、医療から三万国を与えられた、あるいは直盛が所領を預かったともいう。 後に、松千代は、黒岳に引き取られるものの、慶長八年に創生した。直森は、尾張国羽栗軍の黒田上主となり、関ヶ原の合戦を越えて、近世大名としての地盤を築くことになる。関政府の一柳家の歌に祭祀についての記載は、ないが、福岡市博多区の臨在州小福寺の古文書や、福岡藩黒岳の資料には、 一柳自家松の家族に関する記録が残る。関政府には、定枚として、女、直森、直道が掲げられている。室は、黒田職、氏の娘のいぼいもとで、法名、敬主委員連、新井を春勢大師自家松との間に一難事情があったが、自家松の没後黒岳に帰り、京都の伊藤正安に再火した。現那3年8月8日、没。 去年にに生まれ、京都黒谷の海光明寺で、付した。大徳寺高林寺院や江戸の将軍寺など各地に墓があったらしいが明治初年に行われた調査では失われており今回公明寺達中の安奈会院に小野藩主一柳松つあさが遠方8年に建てた供養碑があったという自家松の維持である 松千代は黒岳に引き取られて、吉高に養われた。黒田屋側の資料では、少女と呼ばれている。小野藩一柳家文書の日の江馬六によれば、家督相続をめぐって、一柳屋中に争いが生じたことが背景にあるという。慶長八年三月一日に十四歳で、溶接の生まれとなる。法名を大通院殿雲、沢高市流大禅城門といい、 博多の小福寺に墓が現存している。黒田家父によれば、女水は少女を可愛がり、隠居後には遺品を少女に譲るべく、書道具に少女の名を入れさせたという。文禄2年8月9日、秀吉の歓喜を被った黒田家隠居の女水は、当主長政に当てて一万一の場合の遺言状を、したためているが、長政に実施ができなかった場合、少女が、 黒だけを継ぐよう指名されている。長政は、明神寺の旧行衆をあぜに帰還しており、正福寺の達中巡神案に入れて、昭樹の文学の詩とした。黒田家府は、昭樹の詩について、以下の事情を伝える。昭樹は堅実を好み、木刀で戯れに人に打ちかかっては、相手が、扇や脇差しなどあり合わせのもので受け外すと褒めていた。女水の故障である、小林一蔵という者は、 そばにあった刀で受け止めようとしたが、刀身がむき出しになってしまい、打ちかかって傷を負った少女は、そのまま出血が止まらず死亡した。死亡は切腹した。少女の葬儀は、旧校衆あぜを同志として行わせたが、県人寺から派遣されてきた、漢事二名がこれに不満を持って参列しなかったために、長政は激怒し、彼らを放逐して、旧校を従事とした。このため、正福寺は、 明神寺派に、天派することになったという。市柳屋四季王によれば、自家松の重廷にあたる稲葉玄左門は、自家松の娘をめとり、玄左門は、市柳右京松晴れと称したという。市柳末春の長男である、市柳直春は、市柳直森の養子となったが、直森に実子、実施、市柳直重が誕生したために、京都に陰遜、戦国家の客分になったという。 直家れレの弟である、市柳森春が家を継ぎ、その子である、市柳直義は、会津藩松平家に仕えた。この他会津藩には、森春の次男である直信も仕えたという。関政府によれば、末程の一柳五郎兵直道は、天正十八年七月九日に小田原攻めの、陣中で没したとある。関英書家系図伝では、直松の兄弟として直森のみが記載される。 一柳焼ではこの人物に対する言及がない。昭和初期に編纂された、一柳屋式用でも言及されていない。現在の静岡県寸東郡町泉町市も、長久保あざおじりには、一柳直家松大焼首塚がある。直家松が戦死した時、重木の旗指作兵衛というものが、敵の手に落ちないよう直家松の死宮を持ち去り、下も長久保村の地に埋めたという。 作兵衛はそのまま当地に住んで墓森を務め、以後子孫代々首塚を守ったと伝えられている。遠方4年には、小松藩主、市柳直司が追悼碑を混流した。昭和初期には、寺院がないことは残念であるとして、市柳家松への市柳定吉らによって、山梨県南鶴郡にあった長漢寺が、木瀬川大岸に移転されて、市柳山町漢字と称されたが、 この寺は現存していない。意外については、当初は戦死の場所である笹原神殿に埋葬されたと、いい、慶長7年に、一柳庵という同社が建てられた。しかし、人家の背後にあって、三景に不便であるため、元禄十一年、小野藩主一柳松礼は、山中城三の丸跡に建てられていた、そう感じに移送した。完成4年には、小野藩主、 一柳末日で、一柳末栄によって、墓の前に、自家松の辞席を記した石碑が建てられ、1930年には、一柳定吉らによって、相関寺境内入り口に、山中城式年の碑が建てられている。一柳安と自家松の墓は、常日の通り周日寺に、移されたものの、これをめぐって、笹原神殿の村人と当時の宗日町住職との、 間に紛上が生じた。後地には、笹原神殿の村人によって新たに、一柳な二次松の墓という秘跡が建立された。ありがとうございます。